日本関東地方神奈川県横浜市金沢区長浜長浜は神奈川県横浜市金沢区の町名長浜1.2丁目は住居表示実施済みで町名を設けていない部分は住居表示未実施である金沢区東部の丘陵地に位置する京急本線の県田駅にほど近い北東の住宅地は長浜1.2丁目残る部分は町名が設けられていない北は 富岡東、東は並木、南は芝町、西は西芝及び堀口に接する。東側は1970年代から1980年代にかけて埋め立てられる以前は海岸線に面していた。旧海岸線沿いに長浜公園及び長浜の口記念公園として緑地化されている。長浜の口記念公園は横浜県役所長浜措置場の跡地で、 事務所旨を改築した横浜市長浜ホールや野口秀世が勤務した旧最菌検査室が保存されている。町の南部には在日米軍小芝貯油施設があったが2005年に日本国に返還され横浜市により公園とする計画が進められている。面積は以下の通りである。長浜の地名は戦国時代から見られ金沢文庫に所蔵されている古文書 鏡新日記の1484年8月17日上に長浜へ参加行との記述がある。町名としての長浜は1939年7月1日に横浜市磯国金沢芝場町及び同金沢須崎町の一部から新設。町名は芝から富岡にかけての長い浜から付けられた。1948年に磯国から 金沢区が分離されたことにより、金沢区長浜となる。1952年に埋め立て地を編入。1971年から1988年にかけて、金沢地先埋め立て事業が行われ、当地の東側の水域が埋め立てられた。1986年7月21日に、長浜、西芝、堀口の各一部から長浜一丁目及び、 長浜2丁目が新設されるとともに、その部分について住居表示が実施された。1895年に三浦郡町を裏から移転した検疫施設は約8万3000平方メートルの敷地を持ち、迎賓館などを備えていたが、1952年に大山橋近くに機能を移し廃墟化していった。横浜市は1993年に、 この敷地と一部の建物を取得。1997年に長浜の口記念公園及び横浜市長浜ホールとして開園した。第二次世界大戦前に日本海軍により設けられた貯油施設は1948年に在日米軍に接収され、2005年に日本国に返還された。その間の1981年10月13日には、 タンクの爆発を起こし、長浜の町域を中心に536世帯に被害が生じている。2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。横浜市長浜ホール町内の警察の管轄区域は以下の通りである。ありがとうございます。